おたちゃん。おはよう。サムル出かけたね。メッシただいま。おかえり。眼科行ってきた。うん。知ってる。昨日聞いてた。え、どうやった？え、なんかやっぱり右も少しシャシが入ってるって言われて。うん。もともとさ、右ってシャシ入ってなかった。入ってなかったの。で、ごめん。で、左が近視が入ってて。うん。裸眼だと 0.9。うん。で、補正すると。1.5 で戻る。補正っていうのはあれよね、多分メガネかけたって話よね。うん、っていう感じ。もともとさ、右目左目どれぐらいとか知っとる？多分右目が 1.5 だから左も 1.5 だったと思う。で右も左の写真はどんな感じなの？左も写真もおかしいよ。おかしいって何か言われた？あ、でも、両方とも少し入ってるねって言われたぐらい。ぐらい？なんか左が特にとかじゃない。なんか両方ともなんか同じぐらい入ってる。うんうん。だからメガネはなるべくつけてほしいって言われた。じゃあ今後なんか何どうしていくとかはないってこと？手術するとか、なんか治すとかも特になく。言われんかった。付き合っていくしかない感じ。もうなんか結構なんか。あ、こんな感じなんだみたいな。っていうかさ、サマジュ的になんか聞きたくて行ったんじゃなくて、なんか、だから私は右が写真入ってるかどうか聞きたくて行ったんやって。あ、写真が入ってるかだけは聞きたかったんや。そうで、入ってるんだって聞いて、やっぱりってなるっていうのが、ね、あ、そういうこと。で、まあじゃあメガネ変えようかなみたいな。あ、そっか、ここからまたメガネを、うん、そう。ホタちゃん帰ってきたね。あー、疲れた。心配ですか？お兄探そうに。お兄と組み合わせ。こっちないよ。こっち探す。はい。サムジョ帰ってきたよ。使えとるよ。
あれよね、開院前に行ったけど人がいっぱいおったよな。だってなんか私47分ぐらい着いて、うん、8時ね。そう、8時で9時からな、うん、よっしゃーって入ったらめっちゃ人おって、うん、で14番目着いた。とりあえず右にはやっぱ写真が若干入ってるっていうところで、やっぱり同じようにレンズ矯正した方がいいし、入ってないからこそ左がしっかり矯正されすぎてて右に負担がかかってるというか、より顕著にそれが見えるってやつな、右の写真がね、っていうことらしいんで、まあメガネを作ると新しくねっていうのと、まあその手術とかできるわけでも、手術して治るとか薬で治るとかそういうもんじゃないから、まあ、付き合っていくしかないっていうのが今の現状っていう感じかな。はい、ということで、そうです、小谷さん、サムちゃんも行くの眼科。うんうん、目悪いサムちゃん、ちょっと悪いね、チュールの位置とかたまにミスるね。うん、